三井のちゃんもう慣れましたはい、もう七本ほど撮らせていただいていて毎回こうどこに行くんだろう、付け、うん、どこに行くんだろうと楽しみにしておりますそうですか、それは良かった <laughs> <laughs> さあ、まから未来を変えようという新しいコーポレートメッセージだと思うんですけどどうしてこの言葉になったんですかこれはですね、私たちの経営理念をぎゅっと凝縮して三井堂さんグループから皆さんへ 呼びかけるメッセージというふうふになっていますより良い未来に向けてさまざまな人々を巻き込みながら一緒になって町から未来を変えていきたいという強い思いがこの中には込められています。はい 巻きもっていいですすね <laughs> ありがとうございますであの私たち4月1日にですね新しい経営理念を策定しました、うん、この中で私たちに受け継がれている DNA これが一体何なんだろうということをもう一度改めて見つめ直しましてそしてそれをもとにししそれは共生共存共創共創というのは共に作っていくという意味ですけれども、うん、これらによって 新たな価値を作り出すそのための挑戦を続けるとこれが私たちのグループ DNA だということで定期付けをしました、えー、私たちのロゴマークのアンドマークですねこれも新しくなりましたこの中にも、えー、私たちの DNA が込められています実はこの新しいロゴマーク着物の帯でのマークを一筆書きにしたイメージでしなやかさと強さを 表現しています。<ー>そして、三井グループが江戸時代、呉服屋から始まったオリジンにも由来をしたりしてるんです。はい。私もさっき初めて、ロゴをあの拝見して、なんか印象も違いますし、なんかさらにこう強くなった感じがして。おしゃれだなと思。ああ、おしゃいました。ありがとうございます。はい、当社のロゴマークはですね。オアではなくてアンド。安藤。はい。つまり、あれかこれかの二者択一ではなくて。うん あれもこれも取り込みながら柔軟な姿勢を表現していきたいというふうに思って作ったものであります三代さんグループが作っているのは建物や街と言っていただくことが多いのですけども実際にはその先にある形のないものだというふうに思ってます共に生きるための場やコミュニティを作っていく環境はやっぱり変化し続けてますし 求められるものは多様化してきていますけども、三井不動産はそれぞれのニーズに適切に対応して。新たな価値を生み出し続ける、まあ、いわば企画会社と言っても過言ではないというふうに思ってます。はい。面白いです。ありがとうございます。あの、一般的に三井不動産って聞きますと。はい。 ま建物や街をつって不動産デベロッパーと思う方が多いと思います。でも私たちはですね、あの常にさまざまな産業が活性化するようなお手伝いをしてきました。いわばそういう意味での産業デベロッパーだというふうに思っています。私がよく言う言葉なんですけども、あのおせっかいな大家ということはありまして、例えばただ単に不動産を貸すだけではなくて、その町に集まる人々や企業のイノベーションうんうん、うん そしてその付加価値向上のお手伝いをお節介に行って私たちもともに成長していきたいというふうに思っていますなるほどあの私もミッドタウンや宮下パークとかまあ日本橋とかいろいろこう巡って、はい、町づくりってっ幅広いんだなととても思いましたありがとうございます、はい、今まで三井のすーちゃんとして、うん、本当にいろんなところを巡っていただいたと思いますけども、はい 今まででの中で印象に残っってている場所私はあの宮下パークとかは、うん、渋谷にあって結構渋谷の方が馴染みが場所としてもやっぱりあって <laughs>、はいはい、日本橋はすごく勝手に大人の街だと思っていたのでなかなか自分でこう行く機会がなかったんですけど三井本館もありますしあとコレドはなんか。ね すごいなって<ー>撮影出た時にす,とごす,すごい楽しくて、はいええ、本当にあの中がもう街になっていてすごく親近感が急にあったので今までの印象とまたさらに変わって、はい、なんか私たちの世代でもみしめそうだなと思いました、はいまあ、広瀬さんはもう映画やドラマで見た人の心を動かすというのがお仕事だと思います。はい、私たちは 街づくりを通じてそこに集まる人々の心を動かしたいうそういうふうに思ってます。はい、なんか全然お芝居とねまた違うものなのかなって思ってましたけど、同じというかう、ね、やっぱり人の心って動かすのは、はい、大変ですけどそうです、ね、楽しいことですよね。はいはいまあ、大変だからこそやりがいがあるう、ね、っていうことだと思います。はい。<laughs> あの、本当に人の心を動かす。まあ、こういう話で言いますとね。やっぱりスポーツの効果っていうのもとても大きいと思ってます。うん、やっぱりスポーツのようなこうリアルな体験、うん、これの素晴らしさがやっぱり際立ってきたなというふうに、うん、実感しています。私たちはあの日本橋や水戸タウンに代表されるようなまあ、様々な用途からなっているミックストユースの街っていうのを作ってきています。その中でですね。やっぱりスポーツはその街の中で。 新たな絆を生み出し、コミュニティを活性化する力があるというふうに思っています。うんうん、えっとスポーツっていうのは、まあ、シナリオのないドラマということが言えるかと思いますけども、うん、このスポーツが持つ力というのは本当に無限大だというふうに思います。私 <laughs> もそう思います。当社もですね、あのグループ会社で東京ドームというのもありますけども、うん、やっぱりスポーツエンターテイメントの、はい コンテンツを生かした街づくりというのをしております。で間もなくですね、えー、千葉の南船橋にバスケ B リーグの千葉ジェッツさんの本拠地でもあるララアリーナ、はい、東京ベイ、これがオープンいたします。はい、本当に当社としても初めての本格的なアリーナですので、うん、あの本当に今から我々もワクワクしています。はい。あの私も小学校の時からううバスケをずっとやってたので、このアリーナを すごい楽しみに。しはい、もうぜひですね。<laughs> 広瀬さんにもアリーナでバスケット。を見ていただくだけではなくて。<laughs> ぜひ機会があれば。プレーもしていただけたら、本当にいいなという思っております。したことはできないですけども。ぜひ。シュートくらいは打たせていただけたら。嬉しいなと思います。ぜひやってください。はい。やっぱりスポーツと同様にですね。不動産の域を超えているという意味では。我々日本橋を中心にですね。ライフサイエンス。 とか、うん、宇宙ビジネスといった分野でイノベーションを起こすお手伝いをしているんですね。うん、日本橋にはですね、江戸時代から薬州問屋という薬の問屋さんがありまして、そうした歴史を踏まえて日本橋をですね、ライフサイエンスの聖地にしようということを目指して頑張ってきました。うん、そしてその次に取り組んだのが宇宙です。すごい。<laughs> ジャクサさんの拠点の一つも実は。 日本橋にあるんです、えー、宇宙も新しい CM のテーマですねそうですねすごいわ新しい CM 初めて聞かれた時は多分 <laughs> 宇宙三井人さんどういう関係だろうということに <laughs> びっくりされたと思いますそうですねなんか最初に聞いた時撮影した時もそうですけど 宇宙。<laughs> 結びつきがすごくスムーズにはいかなかったですけど。いや、すごいなと思って、こう、ま、木りで宇宙産業を運営しているのかなと思って。そうですね。はい。宇宙ビジネスというのはですね。本当はああいうロケットのエンジン開発から。宇宙食まで、こう、非常にそのが広くて、幅広くて。もう総合力が必要な産業なんですね。<ー>これらを一つの場所に集め、連携しながら。 一緒にこうプロジェクトを進めていくってことは、本当に大きなメリットがあります。将来ですね。火星の開発に。我々の力が。求められる時代が。きっと来ると思います。<laughs> まさに宇宙での街づくりがいよいよ始まるのです。ですね。です。<laughs> 宇宙での街づくりがいよいよ始まるのです。あのセリフですね。私もとてももう大好きです。あ,ですかあの本当宇宙やライフセンスを含めて。私たちのビジネスの舞台は広がり続けています。すごい。 妄想構想構実現という言葉、うん、私好きなんですが、まあ、一人一人の突拍子もない妄想でも、うん、そこに大義があれば仲間が集まってきてそれが構想になり実現につながっていく、まあ、こういういこことを私確信していますこれが社会のイノベーションとなり三井不動産グループの今後の未来に欠かせない大きな力になると信じています。誰かの妄想をみんなで実現するって すごい素敵ですねはいありがとうございますさあ街から未来を変えようこれからも三井のスーちゃんよろしくお願いいたします <laughs> こちらこそよろしくお願いいたしますさあ街から未来を変えよう三井不動産グループ